長濱さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、本当ですね、あの大紬ですかね、この上にトッピングされてるのがすごく可愛らしいですし、こんななんかふわふわもちもちそうで、まさかあの小麦粉乳製品使ってないとは思えないですね、うん、ですよね。はい、美味しそうな顔をしてらっしゃいますが、さあ、あの召し上がってる間、伊藤さんにもちょっと話聞きましょうか。あのゆっくり長濱さん召し上がっていただいて大丈夫ですけれども、はい、いかがでしたか。すごい美味しいです。あの小麦粉を使ってないのにこうしっとりもしていて、かといってこうもたついてもなくて、であの甘さもくどくなくて、本当になんかコーヒーを飲むのにぴったりな一品だなと思いました。すごい色鮮やかで目からも楽しめますね、はい、そうですよね、なんかこういう形の、今日のお洋服とこう色も合っていて素敵ですね。はい、長濱さんに召し上がっていただいています。美味しそうな笑顔が自然と出てきていますよね。あのまずこの上の柑橘の香りがすごい鼻を通って、あのすごい爽やかですし、はい、朝とか、まあ、お仕事の合間とか結構バタバタしてることも多いので、この一品すごく食べやすいんじゃないかなと。確かに思います。さっと食べれるっていうのはいいですよね、うん、あの私自身があの九州の長崎県出身ということで、あの小さい頃からウミガメのために、はい、あの海のクリーンアップとかに地元の方とこう参加してたこともあって、こうゴミを目にしたりする機会が多くて、こういった問題に興味を持つようになったんですけど、やっぱりそうですね、日々過ごす中で環境について考えること多くありますね。あの、はい、今日はあの実は農業廃棄物であるブルーベリーを使って染めた衣装をあの着てきまして。そうなんですか。はい、塩さんがこう今回のイベントに合わせて作ってくださって、なんかこう染めるのももう使われなくなってしまった食べられないブルーベリーをあの染料として再利用している、うん、あの衣装になります。はい、SDGs などの言葉をよく耳にするようになって、こう私と同じ同世代の方も言葉は聞いたことあるんだけど何をしたらいいかわからない、なんとなく難しそうだなって感じる方も多いと思うんですけど、日々のこういったこう選択といいますか、今日はこのここでコーヒー買おうとか、この車に乗ろうとか、ここのお店使おうとか、そういったこう自分が利用する消費者として利用することでその協力になるんだよっていうのを知ってもらえたらすごくいいなと思いますし、なんかこう私自身もこれからそういった背景とか企業さんをに協力する意味を込めて、なんかこう買ったり飲んだりしていきたいなと思います。ちょっと飛びます。初めから、はい、はい、おじゅう行きましょう、おじゅう行きましょう、失礼します。